マッチョ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 。チャス冬物です。アイデーイイデ3にやってきました。ルールは復活回数に上限ありのカウンター戦。カウンターの数値は忘れちゃいましたが、上限に達することがなかったので実質無限復活です。登ってくるルートが悪かったのか竹に囲まれました。無理やり行きますね。前方にマッドさんがいています。その後ろにいても仕方がないので、浮遊物前に出ようと思います。結構移動して今この辺り。大きな葉っぱがあって抜けそうにないので、ここは諦めます。復活して先ほどと同じルートで進行します。先ほどこの辺りで倒されたので、よーく警戒して進むことにします。正面に敵が来てるかもしれないとかなり慎重に進みますが、予想していたのにやられてしまいましたね。これは悔しい。復活して今この辺り。なかなか攻めきれませんね。はい、続いてのゲームですが、フルオートオンリーに変わっております。 IDE さんの方では朝1の何ゲームかだけセミオートでやって、その後はフルオートがメインになっていくようですね。1ゲーム目浮遊物はこの辺りからやられたんですね。全く接敵はありませんでしたが、ダーッと進んできて今はこの辺り。先に着弾を出し緊急回避、そのまま位置を変えて、このまままっすぐ行くのは大変そうなので、一旦下に降りていきます。銃声も何もしないので突撃を仕掛けてみることにします。このまま敵の裏に回って攻撃を目論みますが、もう少し丁寧に外側から回るべきでしたね。ヤグラ？オッケー。砦ってどのあたりだろうかとフレチに聞こうとすると、オッケー、やから行く。
たバカー離せー。変な戻り方をしたのが良くなかったですね。復活後砦を目指し再度進みますが、ワンダウン。砦に張り付いたところを、バッどうもマークされていたみたいですね。少し短めになってしまったのでおまけです。走ってて取れます？